こんばんは、レトQです。今日の WE でタクティクス放り込みサッカーで J1 優勝を目指すシリーズ放り込みは1年目の J2 の8節からやっていきます。サジ、松田選手のツートップが好調で現在の順位は4位、さらに上位を目指します。今日もよろしくお願いします。現在のコーチより戦術理解の高いコーチが現れ、給料は高いですがコーチ交代しました。戦術理解が高いので戦術早く覚えそう。15節の相手はアビスパ。長い選手が外にドリブルし相手を釣り出す。ライン際からのクロスにサジ選手が合わせ先制。さすが年俸1億円超えの活躍ですね。アビスパは前線で林選手がボールをキープ。柔らかなパスをベンチンヨ選手が頭で決める。これはパスもシュートも相手がうまかった。モンテが敵陣深くでスローインのチャンス。高橋選手のクロスをニアで松田選手が決める。好調松田選手、サカツクでも活躍してくれます。チャンスの後にはピンチありアビスパセットプレー。林選手に打たれるもポストに助けられる。体の強いフォワードが相手にいると厄介ですね。モンテ左サイド川崎選手がチャンスを作る。切り返してからのクロスをサジ選手。体勢的に簡単ではないけどよく決めてくれました。縦画面だとフォーメーションサッカーを思い出します。松田選手が抜け出して4点目。ツートップが躍動するレト Q サッカー。トップ下の長い選手も効いてますね。試合はそのまま勝利し15節を終えて首位のモンテ。得点力が高く1試合2点くらい取れていますね。松田選手が12ゴール、サジ選手が9ゴールと松田選手の大ブレイクなスコアボード。永井選手がもう9アシストという活躍です。放り込むから前線で完結してるのですかね。勝利したアビスパ戦リップが来ていたため特別ボーナス3000万円いただきました。大事な試合はやはり勝つべきですね。23節コンサドーレ戦はスコアレスで終了間際、堀井選手に独走を許し決められてしまう。序盤の勢いを失っているレト Q サッカー。試合は負け順位の4位に転落しました。上位の混戦差が J2 の過酷さを表していますね。24節の相手はフロンターレ。ロングボールを松田選手がうまくマイボールにする。そのまま自分で決めてモンテ先生。放り込みの効率の良さを感じるゴールです。もしよろしければいいね、コメント、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。力でボールを推進させるレトゴール。最後はサジ選手が押し込み追加点。さすがストライカー特性持ってるゴールです。その後1点を返されるも無事勝利しました。センターバックもボランチもでき25歳と脂の乗っているマリノスの河合選手がリストアップ。移籍金もなんとか払えますし獲得に行きます。河合選手との交渉、センターバックボランチどもに手薄なのでぜひ獲得したいところ。勝利で稼いだ資金で未来の勝利に投資ですね。単年年俸2700万円で合意できました。
強さがあって良い選手を補強できました。29節は昇格を争うガルビとの試合、ウイタクの J2 は44試合制です。松田選手がニアを破り先制。いつの間にか昇格がチラチラ気になってきましたね。上野選手が現実の厳しさを伝える同点ゴール。アルビとの上位対決は引き分けに終わりました。のゴールを守りきり勝利。リーグ残り9試合で再びモンテが首位に返り咲き、しかし4位まで勝ち点差が2なので、昇格や優勝は最後までもつれそうですね。36節は6位のアルビージャ戦。相手の放り込みにうまく処理できないモンテ、エジソン選手に無人のゴールに押し込まれ失点。やりたいサッカーをやられてしまいましたね。バレー選手も高さありますもんね。諦めて早送りしてたらまさかの逆転勝利。調子が良いと運も味方してくれますね。39節昇格争い大詰めサンフレッチェ戦。推し選手が相手を翻弄、クロスをきれいに松田選手が合わせ先制。サイドを破ってのゴールはしてやったりです。ディフェンスラインから縦一本。ウイタクキーパーはそんな前室ない人多めですね。ディフェンスラインからどんどん放り込むれとゴール。松田選手が相手からボールを奪い大チャンス、しかし決めきれない。追加点は取れませんでしたが大事な試合に勝利。残り5試合で勝ち点差2の首位だなんて。40節の相手は右のアルビ。山形も好きで車や電車で行くと楽しいです。海のものも山のものも美味しいですね。アトラーメン消費量で新潟と争ってますね。ボディバランスが正義なドリブル。お弁一杯食べて鍛えるしかない。ゴール前にボールを入れたがるで途中サッカー。混乱を起こしてなんとかする作戦です。クロスを長い選手が押し込み先制。フォワードがサイドに流れること多いので真ん中空きます。上野選手は献身的でいい選手です。マルクス選手に打たれるもキーパー好セーブ。得意の最後尾からの放り込み、サイドになりましたがパワーを感じますね。後半38分嫌な位置でのフリーキック。マルクス選手に会うの枠外で助かりました。試合終了。2アルビとの首位決戦を制しました。これで2との勝ち点差が4に広がりました。もうここまで来たら優勝するしかないですね。リーグは残り2節で2に勝ち点差3をつける。得失点差も有利なのであと1勝できれば優勝がほぼ確定するという状況です。勝って昇格と優勝を決めたい43節下段戦。自陣から川崎選手が放り込む。これをバックヘッドで佐治選手が決める。これぞ放り込みというゴールに自分歓喜。得点がうまくいくと嬉しすぎですね。ジェフェルソン選手がゴリゴリドリブル。横浜 FC とかにもいた好きな選手です。危ない。シンプルな攻めやはり怖いですね。前半終了間際モンテリオの攻撃。長い選手のシュートが決まり追加点。
理想的な試合運びができてますね。後半はサガンが押し込む時間が増え、ジェフェルソン選手にゴールを決められる。歓喜の瞬間までもう少し後半ロスタイム。まさかの失点。レトピューキラーのジェフェルソン選手、勝利は逃したものの2位以上が確定し、1年での J1 昇格が決定しました。 J2 の過酷日程からの卒業が嬉しい昇格。最終節は引き分け以上で優勝決定です。最終節まで昇格枠決まらないのが J2 っぽい。最終節の相手は相性も悪くない横浜 FC。 センターバック起用の河合選手がドリブルで持ち上がる。佐治選手のヘッドは惜しくも枠外。スコアレスのまま試合の残り時間は10分。渾身の放り込みもキーパーにキャッチされる。ついに試合は後半ロスタイム。優勝目前です。今季の主役松田選手がここでゴールを決める。開幕前の大島選手の離脱データチャンスから欠かせない存在となった男のこの一撃。さああとは聞こえない終了の笛を待つだけ。勝ちました。モンテディオ J2 優勝です。最初は J2 で10位以内目標でしたが、補強もハマり優勝という最高の結果になりました。注目の2位はフロンターレが滑り込みました。松田選手が30ゴールで得点王という快挙です。佐治選手も24ゴールと移籍金に見合う働きでした。アシスト王には永井選手が輝きました。攻撃陣は来季もある程度計算できそうですね。優勝賞金2億円もゲット。これは助かりますね。放り込みサッカー初年度は最高の結果でした。補強は佐治、河合選手の2人だけでしたが、元からいる選手たちが頑張ってくれて、 J2 での長い戦いを1年で卒業できました。来季はまたモンテで J1 を戦いたいと思います。さすがに今年ほどうまくはいかないと思いますが、 J1 でも放り込みでカオスを起こしたいですね。今日も見ていただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。